こんばんは。もう時間帯が夜ですので、こんばんはにしました。今続けてます、カルカッシュのギター教則本、溝淵編、続けたいと思いますね。今回は、前回の31ページのワルツに引き続きまして、アレグレットやってみましょうかね。その前に皆さん、前回ですね、ちょっと昨日ですか、前回昨日、YouTube アップしたものは音声が非常にお聞き苦しくて申し訳なかったと思いますね。ちょっと音声が悪かったと思います。今日はいいんじゃないかと思いますけど、ちょっとハイビジョンの方のビデオカメラの方に切り替えました。余談はさておき始めたいと思います。今日はアレグレットということで、題名がアレグレットで、こういうふうにですね、この当時の音楽表題がついてないっていうか、例えばアンダンテとかアンダンティーノとかアレグレット、あるいはアレグロとかモデラートというふうに、ただその速度表示だけですね、それだけの曲が結構多いんですけど、何がしかの皆さんイメージを持ってですね、演奏してください。じゃあどういうことかというと、アレグレットですから、軽快にということですけれど、楽しく軽快にということでしょうかね。でこれに対して、例えばアレグロですね、アレグレットとアレグロだとですね、小走りには走ってるんですけれど、例えばアレグロの場合はもうとにかく目的地に絶対着かないといけないというか、定時が決められててですね、何が何でもそこへ到着すると、そういうような感じがアレグロだとすれば、アレグレットは楽しそうに歩いてるという感じじゃないかと思いますね。楽しそうに歩いて、楽しそうに走ってるという感じでしょうか。あとアンダンティーノとアンダンテ、アンダンテは例えばゆっくり歩いてるんですけれど、例えば道端に綺麗な花が咲いていれば、立ち止まってそれをちょっと見てみるとか、アンダンテだったらそのぐらい、アンダンティーノは綺麗だけど立ち止まることはないというような感じでしょうかね。あとモデラート、この場合はですね、強い意志という感じなんですね。黙々と歩いているというか、強い意志でもって歩いているというような、そういう私はイメージを持ってますね。皆さんも、何がしかのこうイメージを持ちながら演奏したい、されたらいいと思いますね。で、アレグレットですから軽快に、最初のところはこのぐらいのテンポでというふうに、で最初アフタクト4分の2拍子、8分の8分音符のアフタクトがありますからというふうに、でアフタクトは、私の感じとしては、やや強め、やや長めという感じです。このアフタクトで入るイメージをですね、皆さん音楽的に捉えてくださいね。例えばですね、陸上競技で言えば用意ドンなんですね。この用意が、アフタクトという感じなんです。せーので、次の音に入ると。ですから最初のミの音は強め長め、こういう感じなんです。で最初のところはピアノの指示がありますので、普通ぐらいの音で、で次のこのドですね、これは 低音部ですけど、強めに弾いてください。で、最初の回の YouTube の動画の時に、親指のね、アップエンド、私がアップエンドで使ってますので、その使い方が参考になりますということで、コメントいただいたんですけれど、じゃあこの和音の時には、人差し指、中指ですね、IM の、方も両方ともアップエンドするんですかっていう、ご質問いただいたんですけれど、もちろんしてもいいですし、やらなくてもいいですし。で、アップエンド、RL に関してはですね、
どちらかというと私は、軽音楽出身ですから、最初のスタートがアポエンドでもアルエレンでもいいんです。もういい音楽であればアポエンドであろうとアルエレであろうとですね、私はいいと思ってるんです。で、あのクラシックギターの学習者はですね、特にやや真面目すぎるというんですか、うん、少し頭が硬い方が多いので、初めからもう絶対アポエンドじゃないといけないとか、初めから絶対アルエレじゃないといけないというか、というふうには思わないでください。皆さんの演奏スタイルでもっていい音楽が奏でられればですね、それで十分じゃないかと思うんですね。まあ私の場合は最初ここのところはアポエンドで始めてるということですね。まあメロディーパートですので、で低セブンを着てアポエンドして、ソドソミド、これがメロディーですね。で次の小節にまたがってキレるんですね。ここで切れます。これはやっぱり曲の途中でフレーズが切れてます。これはあの最初にあのハーフタクトで始まってますので、ちょうどまあ全体の地層がずれるようにここのところも小節線にまたがっての前にハーフタクトが来て次のフレーズが始まってるんですね。それから B の部分で、ここから盛り上がってきます。まあ、大体カルカッシュの作品の場合は最初がピアノメゾフォルテぐらいで始まって、それから後半部で盛り上がることが多いです。ここもフォルテ指示がありますので、まあ、強めに始めたいんですけれど、ここまでが、高音部のがメロディーですけど、シドドレレミ、これに対して低セブはファファミミシシというふうに音程の間隔が広がっていきます。最初は4度で、で6度に広がって10度に広がりますから、徐々にクレッシェンドかけていくといいと思いますね。クレッシェンド。で、ここでフレーズが切れて、次の頭。で、ここで D7 の和音が来ます。D7 の和音ということは、お隣の調に部分転調している。で、ここで G コードが出て、半周詞の形になって、収まります。で山はここが一番山ですね。でここで気をつけないといけないのは低音部の小音です。上の音が鳴ってますので、ここで、アンダンティーノの時ですね、30ページのアンダンティーノと同じようにここで低音部を親指の肉で消します。ここでレが残ってますので、レは弾いた後で私は親指を4弦触って消します。その後四分九分と、コンブは8分九分が出ますので、ここで完全に消しましょう。で、気持ちを新たにして、最後の曲が終わるときには、自然にこう止まるように、というふうに少し音が切れても構わないです。リタルダンとして終わるということですね。まあ大体こんなところでしょうかね。まあ、技術的なことを皆さんにお伝えしてないので、技術的なことは
なかなかこれね、また別の機会に説明してあげたいと思いますけれど、まずですね、練習方法としてはゆっくり練習してください。アレグレットですけれど、最初は曲を、新しい曲を取り掛かる場合は必ずゆっくり練習してください。例えばこのぐらいのテンポ、遅くてもいいです。というふうに、ゆっくり演奏しながら皆さんの中で、心に湧き上がる感情ですね、音楽的な感情を呼び覚ましてください。で、それと同期するというか、同調するというか、で、そこに音楽を生まれればいい演奏につながっていくと思います。だから技術的なものを習得する際に焦らないことです。曲の最初にこの焦りの気持ちが入りますと、仕上がった時にもこれが残ってしまいますので、最初から楽しくですね、ゆっくり弾ける喜びを感じながら練習していくことが大事じゃないかと思います。今日はちょっとうんちく語りましたけど、そういうことですね。今日は31ページのアレグレットでした。頑張ってください。では終わりにします。